食えてない。いや、もう来ちゃったのかなって。もう来ちゃうよ、良いでしょ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、発表、最後の発表ですね。コンセプトはブロックを組み合わせて動きを作る。お金でブロックを購入することによって、さらにいろんなたくさんのブロックを所持することができるようになります。じゃあそのブロックをどうやって手に入れるのかなっていうところが、お金で、はっていう感じで、それ何年前のシステムで、まあ普段子供がいじっている iPad とかにそのプレゼントお土産を置いときます。そうすると翌朝まあ、おはようって言った後にですね、パパ昨日ありがとうね、見たよっていうふうにこう朝一ですね、非常にこう、まあ、例えばありがとうって言われてすごい嬉しいですね、秘書が。でそのテンションで会社に行くことができると、これはこんなに素晴らしいことはないんじゃないかと。よくなったじゃん。かなり最後に来て逆転ホームランっぽい。ホームランまでいかないけど他人だけで絡むことが奏者ではないっていうところに着目をしているところが潔い。で、まあ、例えばそのうまいところにゾンビを一匹投げると、ビルが最初から全壊すると、まあ、次のページのポカーンと書いてますけど、まあ、下手な人はその何匹か投げなくてはこのようにならないっていう感じですね。シンプルになったのがいいんだけど、シンプルになりすぎてるかな今回は。会社がもう完全になくなっちゃったよね、これ。会社の説明なしみたいな。本当に、今自分たちが稲船塾で学んだことで感じていることと、例えば3ヶ月後に感じること、3年後に感じること、全然違うと思います。必ず3年後に、あ、なんか良かったよねって学校で稲船塾行っといて、必ず出てきますよ。先輩たちが作ってきたゲームがあるから俺はゲームを作ってたよ。君らも先輩たちが作ってきたゲーム作りっていうところを受け継ぐ人たちだよね。受け継いでそこで結果を出す、ね、それがすごく大事なこと。だからすごい先輩たちのやってきたことに感謝しなきゃ。稲船塾の卒業生が超有名ゲームクリエイターで、俺がサインもらいに行くからね。そうね。そろそろ卒業式をしたいなと。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。なんとなくちゃいいです。今度は俺がメインのオフ会は半日で完売した。阿佐ヶ谷ロフトの人がびっくり。普通買ったの1500円。安いです。もっと安かった。全然安い。びっくりした。いくら買ったっていうから、いくらは300円ぐらいかな。ラッキーだね。全部聞けちゃうね。もう言っちゃいけないこと言うよ。第3期も、募集してて、もう今、ね、選考も終わったんで、俺もうやっぱり稲船塾やめようかなと思った瞬間がその中にあったの。わかる？男しかいない。正解だ。正解だ。よく3人いたなと思って。暗い時代に入ったね。稲船塾も。